早速本題になりますが、お互いに対して実はあの時こう思っていたみたいなエピソード聞いてみたいです。長く一緒に活動してきた同僚かつ仲間同士だと思うので、あの時言えなかった本音をぶちまけてみてください。じゃあいいですか？え、あるの？なになになに、用意してんだけど。おー、用意してきた今日。なに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 、気になる。まあ、井の中ミュージックというものがかなり特殊だったじゃないですか。まあ、特殊でしたね。まあ、あの頃ってあのホロライブおよびカバーもなんかいろいろな事業にあの挑戦していってる時期でもあって、でその中の挑戦の一つだったと思うんだけど、まあ、だからイレギュラーなあの加入の仕方ではあって、お互いそう既にいるホロメンとの距離の取り方とかも、うん、なんかつかみあぐねてたところもありつつではあったんだが、まあ、唯一のやっぱ同期だったじゃん、うん、あの時って。だからなんか2人でいろんな活動というかその配信とかもたくさんやっていけたらよかったんだけど、あずきちゃんが歌路線で配信をあんまりしない、うんうんうん、そのブランディングでカエルさんとやってて、で私はあのカエルさんにあの配信メインでやっていこうっていう風にあの言ってもらってて、うんうんうん、でそっちメインでやってて、でせっかく同期がいるのになんか全然こう絡めたりできなかったから、まあ、確かにな、そ結果なんかぼっちでめっちゃ寂しかった。いやもうそれはでも、うん、同じ気持ちではいて、でもやっぱそうなんだ。今となってはその配信をするようになったけど、うん、なんか配信をしてる自分があんまり想像できてなくて、うん、その当時ってなんか、うん、え何かゲームが得意かと言われても、うん、あんまり得意ななんかイメージもなんか自分でもないし、うん、まあ、歌でやっていきたいっていうもちろんねコンセプトとかもあったし、うんまあ、確かに本当になんかさ、まあ、音楽レーベルとして出発したけど、うんまあ、いろいろ試行錯誤の、うん、あの紆余曲折のあった道だったなって、うん、そうだね。本当にね。いやでもやっぱその2人で何かしようみたいなことになったとしても、うん、やっぱそのあずきちゃん自体も、うん、その稼働するのに、うん、自分の持ってるその体というかが、うん、いろいろあの大人が関わんないとなかなか動けなかったりとか、確かにこう一人でじゃあスイちゃんとコラボしたいっていうことも、そうそうそう、今ほど簡単にはできない。今日はなんなら二人でね今日考えたりとか、うん、こういうことしたいなってこう話しかけて実現してるけど、うん、当時は多分いろんな人の OK をもらって、うん、そうそうそう、そういろんな人にこういうことをしたくてみたいな考えてると、うん、多分すごい前から準備したりとか、そう結構重ためになっていくというか、そうなんだよね、なんか私がだからあずきちゃん側というかその歌の路線で、うん、何か一緒にやるってなったとしても両足両手縛られたまんまの体だったから、あの時代って、だから3万人だか5万人だかに行かないと、まずはそこに行かないとまず並び立てないなっていうところもあって、なんか私もこうまだ何もなせてない状態であずきちゃんとなんだかんだっていうのもやっぱできないなっていうふうに思ってた。いやーなんかね、なんかあの時のだから後悔みたいなすごいありますよ、うん、なんかいろいろやりたかったけどできなかったなっていうのを、うんうんうん、結構このだからスイちゃんがホロライブ移籍したタイミングとかも見てて、うんうん、でも多分スイちゃんもスイちゃんですごいいろんなことを考えて出した答えだっただろうし、うんうんうん、じゃあそれは応援したいなっていう気持ちで、うんうん、こう遠くから見ていた。うわー、ずけー。まあでもね、そのなんだ試行錯誤のレベルだったかね、まあ、そうだ ね、まあ、なんかまだやったことない未知の分野、うん、でこうなんかやっぱバーチャルの体でこうやってライブするとかもね、うん、今はもう当たり前だけどさ、うんうん、なかなかさ、まあ、それをやること自体もさ、うん、困難な時代もあったから、うんうん、そういう中でトライアンドエラーで、そうだね、そう2人はこう成長してきました、うん、だから超ぶっちゃけると、うん、あのカバーさんがもし何か新しいレーベルとかやろうとしてんだったら、うん、うちらに相談してんだけど。
確かに。いや、そう、相談してほしいよね。そうだ、なんだったら今いるそのカバー社員さんよりその歴が長いじゃん。そうそうそう、そう、そのもうこの5年余りの経験、そうそう、このトライアンドエラーしてきた我々の、そうそう、ね、経験値と、うん、その時やっぱさ、いろんな思いを抱えていたじゃないですか、うん、そうそうそう、それをどうしたらクリアできたかとか、うん、多分今になったらまださ、うん、こういい方向に行けたんじゃないかってね。そう、しかもあの時よりはカバーさんも大きくなってるからできることも増えてるだろうしね。確かに。カバーさん聞いてる？大丈夫か、この配信大丈夫かな。大人に怒られるかもしれない。大人に怒られるかもしれない。いやでもね、ほんといろんなことがあったんだよね。ねえ、あったね。そう、うん、まあでもいろんな経験値積み上げて、うん、積み上げられたなって今がね、あるということで、うん、だからあのいい経験だったなとは思ってます。いや、よかった。今でもこうやってコラボできてることが本当にね、本当になんだかんだあったけど、うん、今こうやって話せてることが、でも本当になんか契約の中とかにならなくてよかった。いや、そう、なんか本当にお互いなんかこう、うん、静かに、そう、本当に静かにまごまごしてただけだった。どういうタイミングで話しかけようとかもあったけど、うん、はい、ということで、はい、ちょっと次のね、マシュマロに行きたいと思います。はい。